皆さん、こんにちは。ヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。あの、いつもとなんか格好が違うので。 誰やねんと思う方もいらっしゃったかもしれませんが、あの、すみません。結構ね、私服は普段の YouTube となんか全然イメージが違うんですねと言われる時もあるんですけれども、まあ私服はいつもこんな感じで子供たち3人を追っかけ回しております。今日はですね、あの、ぜひちょっとこう皆さんにお伝えしたいこう情報と、えー、シェアしておきたい、えー、イベントなんかもありまして、あの、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、僕がですね、もう5、6年前からカンボジアの個人、 のサポートをこうずっとしているんですね。で、年に2回ぐらいかな、あのカンボジアにこう皆さんをお連れしてですね、で、個人の子供たちと交流してもらったりですとか、一緒に旅をしたりとかして、で、こういろいろ皆さんで、ね、日本で暮らしている方が気づきがあったり学びがあったり、それこそこう人生観が変わるような、そんな旅をしてるんですよね。 で今こう日本にいると少なからずこの主張してらっしゃる皆さんもですねなんか自分はこう何のために生まれてきたのかなとか、うん、今のままの人生でいいのかなとかこうふと何か豊かな国ではあるんだけれども何か人生にこう行き詰まったり迷ったりってことあると思うんですね。 で、これまでもこのカンボジアのツアーにそういった方がこう何人も参加してくださって、えー、昔はですね、それこそろ2年ぐらい前だと思うんですけど、こう,うつとかを繰り返して、本当に生きづらい人生を歩んでいた一人の女性の方、40代ぐらいだと思うんですけども、その方がですね、もうカンボジアのこのツアーにこう参加したら、 それこそもう一発で打つ治るどころか、もう今もですね、本当にこうまた悩むことなく迷うことなく、えー、看護師の仕事に復帰してですね、今も生き生きと生きてらっしゃるとか、なんかね、あ昔はですね、僕の仲間がこのツアーにある引きこもりの子供をこう連れて行った時に、 それこそ引きこもりが治るどころかその後医学部行っちゃったとかですねそれぐらいこう大きな気づきと学びを何かこうプレゼントできるのがこのツアーなのかなと思ってるんですねでこの孤児院のオーナーというのが僕の YouTube にも出ていただきましたしあとこの本がこうすごく話題になったんですがカンボジアで孤児院を経営する僕があなたに伝えた勇気が出る言葉ってことで多くのあのー それこそ雑誌なんかでも取り上げられましたし、この後藤祐太さん、まあ僕の大親友なんで普段は祐太って呼んでますけれども、この祐太はですね、皆さんもご存知だと思うんですが、あの、世界なぜそこに日本人という、あの、すごいこう視聴率のいい番組あると思うんですが、あの2時間スペシャルの1時間枠をこう取って、もう太特集をやるぐらいの、なぜ日本人がそこで、一、えー、人で個人を経営してるのかっていうことをね、 こう徹底的に特集されたと、素晴らしい生き方だっていうんで、あのテレビでも非常に話題になったという彼が、本当にこう大親友なんですよね。もともとあの、僕、周りにいる友達のこう経営者たちが、ヒロさんとね、ユータを合わせたいんだよねってこう言われてて、お、俺さ、そのユータくんってこう、すごいなんか方々で聞くんだけど、そんなにいいやつなの全然めっちゃいいやつなんですよと。絶対ヒロさんと気が合うからって言って、で、6年ぐらい前に、 初めて会った時にも意気投合して、で、これからまた個人ぜひなんかこう支援させてくださいってことで、あの、もう今もね、大親友で、もうしょっちゅうこう LINE とかしてるんですけれども、で、このユータの素晴らしいのが、例えばね、僕らでもその街のどこかになんかカンボジア人の人が日本で暮らしてて、で、カンボジア人なのに日本の子供たちをこう個人で自分が経営してますって言われたら、 ちょっとこう怪しい目で見たりするじゃないですか。あのカンボジン人だからって意味じゃなくて、その外国人が日本の子供たち個人でそれ大丈夫なのかみたいな、ちょっと思ったりしますよね。それと全く逆の状態。 をカンボジアでやってるってことなんで、彼は。だから日本人だからというので、差別にも合うし、いじめにも合うし、本当にこうね、お金のことでも騙されて、もう苦難苦難。この YouTube のちょっと言えないようなね、まあ詳しくは、あの、ユータとコラボした YouTube なんか見ていただけるといいと思うんですけども、YouTube の中でもちょっと喋りにくいような、いろんなこう苦難があって、それでも何十人という子供たちをですね、そこからこう育たせて、だから教育者、 でもあるんですよね。ただただこう食べさせて学校に行かせてるっていうことではなく、その生きるとはどういうことなのか。そしてこれから人間らしく誰かの役に立って、どうやって誰かの幸せを作っていけばいいのかってことを教育者として個人の子供たちにこう伝え続けてるっていう、ね。まあ、素晴らしい男なんですけども。で、この今回2024年の3月の頭からですね、1日だったかな。また、えー、6日間。 4泊6日になるのかな ?4 泊6日で、えー、カンボジアツアーまた主催させていただくことになりました。で、僕のツアーはですね、結構特徴的なところが、あの、大人ももちろん参加するんですけども、子供たちがですね、もうたった一人で参加するってこともいっぱい起こるんですよ。 そう、もうなんか親御さんもですね、なんかありがたいことに、あの、ヒロさんだったら、もううちのなんか息子、娘、なんかもう一人で預けますね、みたいな感じで。で、大体あの、うちの子供たちの誰かもこう連れていくんですけども。 で、もちろん、うちも,もあの参加費払って参加してますから、であの収益の一部はこう個人に寄付をしてですね、で、残った分の収益は、今回は、あの、また、能登の地震のね、えー、支援、復興の方にまた使わせていただ、全額を使わせていただけたらと思ってるんですけれども、そうなんで、子供たち同士が、また自分たちが、どうやったらここでこう楽しくなるか、どうやったらまた自分たちよりも貧しい思いをしている個人の子供とか、 あるいはもっと貧しいスラムの村があるんですけども、ここがね、もう栄養がなさすぎて、栄養失調で子どもたちがね、バタバタ死んでいたりするんですよ。うん、もう免疫がないので、ちょっとこう38度ぐらいの熱が出ると、それであっという間に命を落としてしまうってこともよくあって、1年前もですね、そのスラムの村に行った時に、子どもたちわーっと連れて行ったんですけれども、一人、 女の子がいたんですよね。小学校6年生ぐらいの。で、子供たちもこうみんなで遊んで、みんなでお菓子食べて、楽しそうにしてたんですけれども、僕らが日本に帰ってきた翌日ぐらいにですね、その子が亡くなったっていう知らせが入って、もううちの子供もこう泣いたりしてたんですけれども、貧しいスラムの村なんで、 あの、お父さんお母さん助けるためにですね、ゴミ拾いをして生活を支えてたりするんですよ。ね、ゴミを拾ってきて空き缶とか拾ってきて、それをわずかなお金に変えて、で、またお父さんお母さんのね、ご飯の足しにできるようにって言って、こうサポートしてるんですけども、その子が、えー、僕らが帰った翌日にもですね、自転車で一生懸命ゴミ拾いをしてて、夜の7時ぐらいに車で引かれて亡くなってしまったと。で、日本と違って保険とか保証とか、 もう何もあるわけがないので、もうそれこそ言葉悪いですが、もう死に損っていう感じですよね。なので、まさにね、そのまたね、バイバイっていう、また会おうね、see you again っていう言葉がめちゃくちゃ重かったりするんですよ。日本だとまたねって言って次いつ会えるかなっていう言葉は、次も確実に会えるだろうっていうことを、まあ意味してると思うんですけれども、カンボジアなんかに行くと、またねっていうのが、 なかったりするわけですよで。そういうのもこう、ある意味目の当たりにしてですね、大人も子供も自分がじゃあどうやってこの命を使って生きていこうかなとか、どうやって自分自身がまた誰かの役に立って誰か喜ばせれるように何かできないのかな、日本人としてみたいな、そういうこうスイッチが入る。そんなこうツアーにありがたいことになってるなと思うんですよね。で、あの面白かったのが、1年ぐらい前に小学校6年生のある男の子が、 あの、ツアーに参加してくれたんですよ。うん。ルイト君って言って、あの、僕らはルイルイって呼んでるんですけど、このルイは学校ですごく生きづらくて、うん、あの、いじめられてたわけじゃないんですけど、すごくこう繊細なところがあって、で、結構ね、こうあの、なんかやんちゃな学校だったそうなので、自分はなんかこう居場所がなくて、すごくだからこう、なんか、心も体もダメージ受けて、しょっちゅうこう病気になってたりとか、 ね、家でお母さんも一生懸命こう元気づけるんですけど、なかなかね、こう元気が湧いてこなくて、みたいな。そんな彼が、あの、たまたま僕のツアーを見つけてくれて、僕これに行きたいって言って、お母さんに言ったんですよねで。お母さんすごい心配性の人なんで、いやいや、もうそんなのって言ってたんですけど、どうしても行ってみたいって,ってで、お母さんがあの、僕のことをこうご存知だったもんですから、ヒロさんのツアーだったらいいのかな、なんて言って、で、こう預けてくださったんですよ。で、そのルイは、 もう、カンボジアでは、ある意味、こう、リーダーのように、みんなをこう、見てくれて。だから僕、全然参加した時は、そんな繊細な、学校で居づらい子だって、全然思ってなかったんですよ。お前、めちゃくちゃいい奴だな、つって。リーダーシップもあるし、性格もいいし、顔までいいし、とか言って。で、表金でね、みんなのこと笑わせてくれて、みたいな。なんて素晴らしい少年なんだと思ってたんですけど、後で知ったら、そんな生きづらいさを抱えてた子なんだ。で、彼は素晴らしくて、日本に帰ってから、どーン でもこの自分の学んできた、このカンボジアで感じてきた思いを、講演っていう形で伝えたいって言って、でね、講演会を小学校6年生の子が自分で主催して、人を集めてやりますって,言って言ったんですよ。しかもそこで寄付を集めて、で、寄付金と参加者様から預かったお金は、また全額個人の方に寄付させていただきますとか言って、すごいなっていうんで。 で、このユータもですね、僕も、このルイの思いに乗って、じゃあちょっと俺らも行くわって言って、3人でコラボ公演が実現してですね。うん。で、そこでね、本当にこう涙を流しながら、素晴らしい公演をしてくれて、もう大人も子供もみんな、こうルイの言葉が響いて、もう涙流してみたいな。ね、カンボジアで命を学んだルイの言葉を聞いて、また日本の大人や子供たちが心に火がつくみたいな、こんな現象が起こりまして。 で、最後に僕とユータであの、悪、あの、悪ふざけをしましてですね。で、収益がね、収益っていうか寄付も含めて、40万近く集まったのかなで、会の最後にですね、ルイ素晴らしいって言って、君のおかげでね、こんな40万ものお金が集まったっっ、ね。で、あ、もちろんユータがこう、日本に帰ってきてるんですよね。ただルイちょっとこう、問題があるんだと。うん、ユータはもともと腰痛持ちで、そんなね、40万円みたいな重たいお金は持って帰るとまた腰が痛くなるかもしれないと。 うん。って言って、ルイがえー、えー、ええー、みたいになってって。だから、いいかお前、夏休みに全部そのお金自分で個人に持っていけっつって。<laughs> みんなでわーみたいな、もうルイがえー、ええー、えみたいになって。ほ <laughs> いで彼はもう一回ね、そのお金は全額、そこで集めたお金の中からね、その自分の渡航費ぐらい取っとけばよかったのに、そのお金は全部寄付をして。 で、お母さんがご自身で事業をやられてる方で、シングルマザーなんですけど、なんで自分がお母さんのために何かお手伝いできることないかって言って、なんかインスタの配信とか、なんか自分ができることの中でお母さんお手伝いして、で、そこからまた給料もらって、お金貯めて、夏休みにもっか回行くみたいな、すごい成長だよな、みたいな。そんなことがね、起こって、で、彼は、あのー、この前もね、学校で500人の前で、 一回ルイとくんちょっとみんなの前でカンボジアのこと喋ってくれないかとかですね。そんなことが起こって。でね、またこう別のある芸能人の方がルイとくんのそんなこう活動のことを知って僕が応援するってとかってなんか名乗りを上げてくださったりとか、すごい現象が起こってるんですよ。で,で、これは別にルイだけではなくて、その家では全然笑顔も見せなかった高校生の男の子が何かこうカンボジアの僕らのツアーに参加してすごいこう笑顔を取り戻してくれた。 ですね。うん、なんかこう、感情表現ができなかった、ね、ある女性の方が、このツアーに参加したら、なんか、すごく昔のような、こう、映画を取り戻すことができた。ですね。そんな、こう、ツアーになってるんですね。で、あの、中身は別に全然重たいものではなく、むしろめちゃめちゃ楽しい感じ。もう、それこそ、あの、大人と子供の遠足みたいな感じなんですけど、あの、当然、こう、世界遺産のアンコールワット行きます。ね、で、これ、日の出を一緒に見たりするんですけど、で、あと、カンボジアサーカスって言いまして、 これもすごいんですが、もう2年前までゴミ拾いをして生活したと青年とかが、スカウトされてサーカス団に入ってですねで、世界最高峰ぐらいのレベルでサーカスができるようになって、そこからシルクド・ソレイユとかにこう、もうスカウトされて、本当のカンボジアンドリームですよね。そこでも大成功者になって、そこで稼いだお金でまたご両親を、家族を、兄弟をみんな幸せにしてるみたいな。 それぐらいレベルの高いカンブジアサーカスっていうのがありまして、ユータがあのサーカス団の人ともすごく仲がいいので、終わった後もみんなでこう写真撮ったりとか、交流ができたりするんですけども、ここもご案内します。あと、アジアで一番大きな湖で、 四国ぐらい大きなですね、あの、トンレサップ湖っていう湖があるんですけど、めちゃめちゃ大きいんですけどね、でそこでこう水上生活をされてるな、方とかがいるので、で、こう、大きな船みたいなところの上に売店がこうあったりして、そこでこう、ワニ釣りができたりとか、<laughs> なんかいろんなことができるんですけど、で、そこで美味しいもの食べたりとか、行って、このトンレサップ湖の旅とかにこうみんなで行く。あ、これ三つとも全部、個人の子供たちも一緒に行きます。 そう一緒にてう言葉もあまり通じないけどみんなで美味しいもの食べてみんなで笑い合ってみんなで輪に釣ってみたいなもうね大笑いしてみたいな感じですよね。で何よりもこのえ個人の子供たちと個人で一緒に遊んだり一緒にご飯作ってごあの一緒に食べたりとかみんなで歌歌ってねなんかダンスパーティーみたいになったりとか個人の庭でめちゃくちゃ楽しいんですけど。 でそんなことがあったりあと、夜市ですよね。ナイトマーケットがあるので、で、こう、夜のね、こう、あ,あ、夜のお店って言うと、あのそういうふうに聞こえるかもしれないけど、全然そうじゃなくて、いろんなおいしい飲食店とか、お土産物屋さんとか、全然子供でも、子供たちもいっぱいいるんですけど、で、そういうところをこうみんなで散策して、なんかおいしいもんないかな、なんかこう、素敵なお土産ないかな、ね、みんなで散策したり、あと、普段は入れてないんですけど、地雷源ですね。 えー、カンボジアはご存知のように、今でも数百万個のですね、この地雷が埋まってるんですけれども、かつて個人にもですね、地雷で足を飛ばされてしまった少年がいたりですとか、ね、そうやってこう地雷が日本では考えられないぐらい身近にあったりするんですけれども、その地雷源、あの、その場所自体は別に安全なので、でもこの線の向こう側は、たくさんの地雷が埋まってるんだよってところでね、こうやっぱり大人も子供もすごくこう感じるものがあったり、とかですね、あと市場、マーケットですよね、 を朝昼とかこうご案内すると、どうやってこうみんなが力強く、どんなものを売って生きてるのか、ね、生き生きと一生懸命生きてるかってこともこう目の当たりにできますし、あとこれ超おすすめなんですけど、あのね、ウォーターパークがあるんですよ。屋外のウォーターパークで、あの、だだっ広いなんか草原みたいなところにボーンってウォーターパークがあって、もう大人も子供もめちゃくちゃ楽しめます。もうあの、大きなプールで泳いで。 子供たちは、あの、水上アスレチックみたいなのがあるんで、そこでずっと遊んでますし。で、あの、ライフジャケットを着るんで別にね、そこも安全だと思いますし、大人はね、そこに、あの、機械で引っ張る、あの、ウェイクボードとかがあるので、それもこうチャレンジしてもらって。前回も僕やりすぎて、あの、めちゃめちゃ筋肉痛になったんですけど、そういうとこで、みんなでこうね、あの、楽しんだりとか。 で、えー、この後藤祐太くんも、僕も、まあ、プロの講演家でもありますので、ツアーで学んで、ね、こう、ツアーに参加するだけで終わりじゃなく、ある日の夕方は、二人のこうコラボ講演というか、みんなで思いを分かち合って、学びを深め合うっていう、そんな、こう、場所も作ったりとか。あと、プールもね、あ、プールじゃない、ホテルも、あの、なんか、カンボジアのホテルっていうと、なんか、 汚いんじゃないのとかね、よく言われるんですけど、とんでもないあの、五つ星ホテルの、プール付きの、めちゃくちゃ素敵なホテルがありまして、僕らしょっちゅう行ってるんで、もうあの、めちゃめちゃビップ待遇な <laughs> んですけど、そこへね、あのー、泊まって、本当にこう素敵なホテルで、のんびりもできますし、だから、のんびりしたい方ももちろんいいですし、何かこうね、外国に出ることによって、 あの、自分自身のなんかこう、見分を広げる、視野を広げる、新しい体験をしてみたいっていう方にも、すごくおすすめなんですよね。僕、このツアーを始める、こう、きっかけになったのが、あの、まあ、あるテレビの番組だったんですけど、富士テレビかなんかなのかな、あの、人は50日で顔が変わるのか、みたいな感じのタイトルの番組だったんですけど、こう、自分に自信のない、ある女の子がいてですね、 でも、イルカが大好きで、イルカと泳いでみたいなっていう夢を持ってた。でも、なんか24年ぐらい、こう、彼氏もいなくて、本当にこう、なんか自分は生きてていいのか、ぐらいの、なんかこう、暗い少女だったわけですよね。それをテレビ局のスタッフが、じゃあその夢叶えて死んでようっていうことで、ハワイに連れてって、実際イルカと泳いでもらって、うん。彼女ね、泣いてたんですよ。 なんで泣いてたかっていうと、イルカと泳げたことも嬉しいんだけど、自分はなんで周りの人みたいにうまく笑えないんだろうっていうのが悔しくて、初日はこう涙流して。でも二日目、三日目、四日目って言ってどんどんこう笑顔が輝いてきて、番組見ながら、めっちゃ顔変わってきたよって思って。で、日本に帰ってからも、あの、イルカのこと忘れられなくて、で、そういうあの、イルカのね、なんかいろんなこう資格取るために、またスクールに通って、 OL やりながらこうスクール通って勉強してまたプールに入ってって、またハワイに行くんだって言って、じゃあ50日後どうなったって言った時に、びっくりするぐらい顔が変わってたんですよね。うん。でもちろんまあテレビ局のね、その番組なので、まあアフターの方はちょっとこうメイクとかもして、まあことさらにこう美人にね、映るようにしてあるの、とこはあるかもしれないけど、それにしたって表情が全然違うぞっていう。 で、それを見たときに、やっぱりですね、私たちって座学もいいんですけど、その場所に行って、その風に吹かれて、その場所の食べ物を食べて、そこで生きる人たちに出会って、言葉通じなくても何とかコミュニケーション取ろうとしてみたりとか、別に何がなくてもみんなでその場所に行くことによってしか学べないこと、気づかないことってめちゃくちゃあるよな、と思ってですね。 その後に出会ったのが、ま、あの、後藤裕太君だったもんですから、あ、ぜひこれは日本の大人にも子供にもこう味わってほしいなと思って、このツアーこうやり続けてきたんですね。うん、だから、今の日本人に足りない何かがカンボジアにあったりしますよね。もう子供たちなんて目が綺麗なんだろうとか、で、大人もなんか別にそんなに悲壮感もなくて、すごく貧しいんだけど、でも一生懸命幸せそうに生きてたりとか、 なぜなんだろうって部分だったり。でも、カンボジアが求めてるものが、やっぱり日本人持ってたりするので、お互いこう、何か支え合って補い合うことできないのかな、とかですね。で、個人の子供たちにも言ってるんですよ。おいちゃんはねって、一方的になんかね、支えて、なんかこう、お金だけあげるつもりはないんだと。うん、今は全然支えるから、これからまた成長して、で、大人になってったら、おいちゃんとまた一緒に仕事しようよ。 ね、また誰かの幸せをいっぱい作れるように、なんかこうね、みんなが喜ぶビジネスやったりとか、なんか考えようよっていうことをこう伝えてたりするんですけど。なので、そんなね、こう、一回の旅で人生観が変わることって絶対あると思うんですよね。はい。人生って結局、やっぱ誰に出会うかだし、何に出会うかだと思ってるんですよ。 で、カモジナツアーってね、もちろん主催してる会社もいっぱいあるだろうし、主催してる人もいっぱいいると思うんですが、で、まあ、自分で言いますけど、やっぱりね、今回、このツアーっていうのは、ね、本当にこう、後藤祐太君と津田弘明が、こう、二人で関わることによってしか生まれない、何かこう、シナジーというか、何かこうね、化学反応みたいなこともあると思うし、ね、なので、ぜ、ま、ひ、あ、ともね、なんかこう、 もし、なんか興味あるなっていう方は、ぜひね、ちょっとホームページ、概要欄に貼っておきますので、あの、ホームページだけでもこう覗いてみてほしいなと思いますし、で、今じゃなくても、そういうのがあるんだなと思ってくださる方はね、まあ僕らもね、いつまで続けれるかわかりませんが、もちろんで、ね、できるだけこう続けたいと思ってるし、僕も来年からはね、またあの、海外に移住もしますから、来年じゃないわ、もう再来月だ。再来月からは、あの、海外に移住もしますんで、ね、またあの、カンボジアも近くなるし、またね、こう、定期的に取材できるといいかなと思ってるす。 けどもね、なので、まあそういうのをこう、津田弘明がやってるんだなっていうことだけでも、こう、掴んどいていただけるといいかなと思うし、ツアーの時はあの、こんな感じで参加しますんで、僕もね。<laughs> 普段はね、スーツとかが多いですけど、あの、全然、またラフな感じで行きますので、やっぱりそこでこう、語り合ったりとか、いいんですよね、なんかプールサイドでね、なんか美味しい飲み物でも飲みながら、お酒飲める人はお酒でも飲んでもらって、あの、僕飲めないんで、ね <laughs>、一緒にこう、プールサイドで、なんかこう、カクテルとかビールでも傾けながらね、少しこう、人生を語り合うとか、 めちゃくちゃいいんですよね。なんかこうテラスでね、お茶でもしながらこう夜語り合うとか、そんなこともできるでしょうし、本当にこう豊かな時間に対する投資というか、ね、自分自身の人生に、ね、学び、成長に投資した人から幸せになるし、成功する。でも日本人はね、なんかこう自分に投資するってことをすごく惜しむし、子供たちには勉強しろっていうのに、大人になってから勉強してますって言うとなんか怪しがられるみたいなおかしな文化になってたりするんで、ね。 ね、ぜひ、えー、自分へのまた、こう、ご褒美でもいいし、投資でもいいし、学び、気づき、もちろん楽しみの一環として、そんなツアーに、こう、参加してくださったらすごく嬉しいかなと思いますし、またね、あのー、こんな、素晴らしい本もありますので、こちらもね、また、あの、ぜひ、手に取っていただけたら、とも思いますので、えー、ぜひ、カンボジアツアー、そんなのもやってるんだなってことで、また、えー、ご検討いただけたら嬉しいかなと思います。 それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。愛してます。いってらっしゃい。